おはようございます。今日は6月の7日月曜日ですね。昨日ボート出して小島周辺釣ったんですけど、もう小島のあの中がすごいライズで、結局ライズは取れなかったんですけど、引っ張って沖合で釣ったんですけど、岸際にもうライズ、本当にこう今こう立ってるそばぐらいまでライズがあったんですよね。だから多分ゆすりかで昨日はいい釣りできたんじゃないかなと思うんですけど、で今日一応まあそういうことも考えてきたんですけど、ライズすごいしてるんですよ。とりあえずやってみます。ダメだね、ソフトハックルに変えようか。